どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメックスのクレジットカードの新型コロナウイルスに対しての特別措置っていうのがね、公式サイトで発表されましたので、こちら解説ね、やっていきたいと思います。 この、ね、新型コロナウイルスの特別措置って何だって感じですよねアメックスのクレジットカードですね新型コロナウイルスの影響でキャンセルになった旅行やイベントなどの費用をね、まあ、負担してくれるっていう特別措置っていうのが発表されたわけなんですよね。 これはね、アメリカンエクスプレスクレジットカードのえキャンセルプレテクションというサービスにえ、これがね、追加されたんですよね。いやこれまさにね、神対応ですよね。あのー、日本の、まあ、イベントとか、コンサートとか、まあ、旅行とかですね、まあ、基本的にね、あのー、 今回のこの件でキャンセル無料にならないってところほとんどないと思うんですけども、まあ、そんなこともないのかもしれないですけどね。ですけどもこのなんなかった場合。 まあこの宿泊代結局ね行けなかった場合、えー、前払い料金みたいな感じでねもう支払ってしまってキャンセル付加,、えー、付加プランみたいな感じで組んでると、まあ、お金かかっちゃうわけなんですよねまあ、そういう時にこのねアメリカンエクスプレスの特別措置ということで、まあ、これをね対象で保証してくれるっていうね発表したんですよねいやこれすごいサービスですよねでこの特別措置の内容なんですけども、えー まずね、これの情報自体は公式サイトにね、書いてありますので、まあ、この動画の概要欄にね、リンク貼っときますんで、まあ、詳しいことが見たい。まあ、この後ね、あの、請求の えー、フローみたいなのも、えー、解説するんですけども、まあ、それもね、あの、全部公式サイトに載ってることですんで、まあ、そちらもね、参考にしていただけたらなと思います。で、この特別措置の内容なんですけども、えー、今回このコロナウイルスの特別措置金として、1請求あたりね、最大1万円をね、アメリカンエクスプレスが負担してくれるっていうものなんですよね。で、これが、 予約期間が3月、2020年の3月31日までに予約したもので、期間が2020年の4月1日から2020年の6月30日で、キャンセルになった旅行、イベントが対象っていうふうになってるんですよね。で、え、1000円,円からね、1万円未満の金額は、まあ、そのまま、えー の金額が返ってきて、まあ、1万以上の場合は、まあ、上限は1万円っていうふうになります。で、これね、期間中に3回まで、まあ、3万円までね、えー、負担してくれるっていうことですので、いや、これすごい懐の、ね、広い対応ですよね、本当に。で、支払い期間は審査がありまして、2020年9月末にね、予定していて、指定口座の方にね、お金振り込んでくれるっていうサービスになっております。 でこちら、対象カードなんですけども、ちょっとこれにね、バンって出させていただきますけども、アメリカンエクスプレスゴールドカード、プラチナカード、センチュリオンカード、アメリカンエクスプレススカイトラベラープレミアカード、エ n アメリカンエクスプレスゴールドカード、エ n アメリカンエクス,ス,スプレスプレミアカード、デルタスカイマイルアメリカンエクスプレスゴールドカード、スタウトプリファーゲストアメリカンエクス,ス,スプレスカード、 えー、アメリカンエクスプレス、えー、ビジネスゴールドカードと、えー、ビジネスプラチナカードということでこちらねこのね s p g アメックス s p g アメックスとかね、まあ、その他の えー、エーネアメリカンエクスプレスカードとかね、スカイトラベラープレミアカードとかね、この、えー、なんですか、アメックスだけのね、ブランドではなくて、まあ、それ以外のね、ゴールドカードに入っているものは対象ということで、これすごいですよね。この SPG で切ったものも、まあ、今回ね、この特別措置にね、入ってるっていうのはね、えー、かなりすごいですよね。 で次にね、この特別措置の請求のね仕方なんですけども、まあ、こちら1234とありましてまずね、キャンセルプロテクションの請求書をダウンロードしていただきますでキャンセルした対象のサービスと契約書または詳細に分かる書類を用意してください次にカードの利用,利用時と返金時のカードの利用代金の明細 その他関係書類演劇音楽映画公演,チケット公演のチケット類ということで、まあ、こちらは、ねまあ、必要というふうになっておりますでそれを、ねえー、キャンセルプロテクションの係、えー、り宛てに、ね、連絡してもらうということでこちら、ね、電話番号がありますんでこちら、ね、概要欄に貼らせていただきますんで、えー、見ていただいて、えー、連絡するように、ね、してください えー、そうすると、えー、請求書とね、必要書類を、こちらをね、アメリカンエクスプレスに送付するっていう感じになりまして、まあ、こちらの住所等々もね、まあ全部公式サイトに書いてあることなんで、まあ一応ね、概要欄にも載せておきますけども、公式サイトもね、えー、確実に確認するようにしてください。で、注意事項なんですけども、えー、書類に不備があるとね、えー、電話がかかってくるということですんで、 このね請求を行った方はですね確実にあの電話ねかかってくるかもしれないっていうことをね頭入れといていただいてあのおそらく0120でねかかってくると思いますんでやっぱり0120からかかってくるとね うん、出ない方多いと思いますんでかかってくるかもしれないよっていうことだけど、ね、覚えておいてくださいでプラスしてこの特別措置はですね対象カードが基本,会員の基本会員のカードと家族カードの会員のキャンセル不要も負担しますということですのでその点も抑、ね、えておいてくださいで次になんですけども今ね、ねアメックスのポイント えー、リワードポイントですね。ポイントフリーダムっていうサービスをやっております。まあこれね、どういうサービスかっていうと、えー、本来ね、まあ空港会社で、えー、1ポイント1円、まあホテルとか旅行代理店とかでね、0.8円、まあその他でね、まあ1ポイント0.5円みたいなね、感じで、まあ、利用できるわけなんですけども、 今ねこのポイントを、えー、現金としてね、えー、使うやり方このアメックスの方で、えー、できるんですけどもこちらね今キャンペーンをやっていて、えー 期間限定でね、1ポイント1円で利用した金額にポイントをね、えー、支払えるっていうキャンペーンをやっております。まあ、こちらね、2020年の7月20日までね、えー、やっているもので、まあ、今こういう時期でね、えー、ポイントをね、ある程度持っていても、あのー、まあ飛行機に、マイルとかに交換してもね、利用できないですよね。 っていう措置なのかなって思うんですけどまあ来今年の7月20日までね、えー、1ポイント1円でねまあ利用できますんで、まあ、もしね あの、アメックスのポイント、えー、ある程度持たれている方は、えー、ちょっとね、利用も、えー、検討してみていただけたらな、と思います。で、こちらね、対象カードなんですけども、こちらにね、出しておきますけども、えー、アメリカンエクスプレスカード、アメリカンエクスプレスゴールドカード、プラチナカード、アメリカンエクスプレススカイトラベラーカード、えー、アメリカンエクスプレススカイトラベラープレミアカード、ANA アメリカンエクスプレスカード、ANA アメリカンエクスプレス,ース,プレスゴールドカード、 アメリカンエクスプレス、えー、プレミアカードっていう風になっておりますので、まあ先ほどのね、ちょっとね、対象のね、クレジットカードはちょっと違うんですよね。これ s p g アメックスとかもね、あの、入ってませんので、対象のね、クレジットカードはね、よく見ていただけたらと思うんですけども、まあでもね、 1>, 1ポイント1円でね、まあ利用できるっていうことですんで、まあ今この前に交換できない時期にねえ、ちょっと利用金額にね、当てたいって思う方もね、中にはいらっしゃるかもしれないんで、もしね、この機会に、えー、利用金額にね、ポイント当てたいっていう方はね、ちょっと利用してみていただけたらなと思います。えー、いかがだったでしょうか、えー、今回はですね、アメリカンエクスプレスカードの 新型コロナウイルスに対してね特別措置について解説させていただいたわけですけどもいやねすごいね懐のね広いことをねアメリカンエクスプレスねやっていただけましたよね私のね動画のチャンネルでこの s p g アメックスでねかなりおすすめさせていただいてるんですけどもアメリカンエクスプレスのねクレジットカードって基本的に年会費が結構高いんですよね で、この SPGAMEX はまだね、その中でもまあ年会費がね、ペイできるクレジットカードでね、結構人気のクレジットカードなんですけども、まあ、それ以外のクレジットカードですね、結構年会費高くてですね、あの、年会費を理由にね、解、え、約、ー、される方結構いらっしゃると思うんですけども、いや、こういう対応をね、してくれるとですね、 いや、アメリカンエクスプレスのクレジットカード持っててよかったなって思いますし、まあ、あの、もちろんね、これ、利用して、まあ、キャンセルにならないとね、これ対象じゃないので、あの、支払いにね、利用するっていうのは、あの、メインカードになってないとね、あの、利用する機会ないと思いますんで、 こういう対応があるとアメリカンエクスプレスクレジットカードね使っててよかったなって個人的に本当にね思いますねもう他のクレジットカードねこういう話は今のところ私の知る限りね知りませんのでこの対応は、ね、すごい対応だなと思います、えー、今回の動画は、ね、こんな感じで終わりたいと思いますこの動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです、えー、それではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ Thank you